しくお願いします。どこが一番辛いですか？肩ですね、やっぱ肩、肩のこの辺ですかね。あ、そうですね、肩甲骨筋ですこれですか？はい、猫ですよ、ね、猫ですぎてね、あのピン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 なんですよ、ね、ピンピンの中で何かどうしてもね、あんまり聞かないとかさあ、お家のピン、ね、付け根あったからパチパチこれで少し、だからこう緩めてめっちゃゴリゴリ言ってますあ、しょうがないんだよ、あのやっぱり食べたいっすよね。うん、スマホがあったり、ね、うん、なんかどっかお店とかでやってる。あ、出張専門店で自分が OK の間に勉強とかね、また買ったものにすることによってコミュニケーションができるじゃないですか。初めてお話しそうですね、SNS で個人ばっかりのコミュニケーションというか、渋谷の真ん中で触れ合うコミュニケーションもありますよっていう、そういう、まあ、趣旨もありますね。さっきよりも出ちゃったんですね。確かに、やっぱ知ってもらうっていうのがやっぱり、はい、知ってもらうのがやっぱり、そう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 、ダンス持ってる、あのヒップホップの話とかもそのままずっとやってて、最近こっちの方にやっぱりシフトして需要めっちゃありますよね。需要めっちゃありますよね。ありますあります。マッサージのおかげだから、チャンネルも需要があって、見てくれる人が多いんですよ。へぇー。では地味ですからね。別にあの面白いこともやってないし、綺麗な姉ちゃんが出てるわけでもないし、可愛い犬がいるわけでもないし。であのそれぞれ人それぞれなんかあの取り方があるじゃないですか、はい、それをなんかこうやってあの話す内容がちょっと面白いらしいですね。ああ人それぞれの取り方のヒストリーがなんでこんなに凝っちゃったんですか。なるほど。ちなみにどんな感じですか。仕事はこれ、少しも。そうですね。言える範囲で全然構わない。まあ、確かに肩凝りの仕事ではあります。あ、本当ですか。はい。パソコンとかもします。ねえ。パソコン使えなかったら仕事ならないですか。そうですね。仕事しない。俺などに行く話でした。加減大丈夫ですか。あ、大丈夫です。しれっとやってましたけど。これどういうのマッサージになるんですか。元々整体なんです。整体から入って柔道整復師。柔道整復師。あ、そっちじゃないです。あ、そうですね。あ、民間のマッサージ。あ、なるほど。半年くらい。あとだからいろいろ自分であのそういうあのワークショップとかセミナーを探して受けに行ったり、ちゃんと教えにもらってもらって、はい、なんか何でもあるんですよ。学校行かなくて、個人でやってる先生のところで、はいはい、教えてもらったよって感じで、はいはい、さすがやっぱりちょっとその辺も疲れかな、はい、
夜行バスで来たの。なんでめっちゃ肩凝ってる。背中とか。そうですね。背中ら辺がね。可能な限り。可能な限り範囲にあります。ありがとうございます。編集1週間ぐらいでやるんで、あ、ね、この辺はもうあれです、早送りカットする。全然全然。変なこと言ってること以外はほぼノー編集でいいです。テロップ入れたやつ。やっぱりね、回しっぱなしだったら飽きるんで、強調する部分は強調してもらえない。だいぶ軽くなってる気がする。ちょっと痛いやつ。軽くいきます。はい。ああ、なるほど。なるほど。いいですね。結構痛いの好きやつ。やばい。さっき急激にね。ああ。じゃあそろそろ、はい、締めます、はい、いつ帰る、明日帰ります。じゃあまだ今日余裕で、ね、ゆっくりできます。どうもありがとうございます、はい。感想だけちょっといただきます。あ、いや、めっちゃ軽いです。めっちゃ軽いです、マジで。これってやっぱ定期にやった方がいいですか。それはこれでまた夜行バスで帰ったら本当はやった方がいいですよ。そうじゃないですけど、汚れたら拭くみたいな。あ、疲れたらマッサージっていうのが本当は望ましい。取るのは汚れっていう形だけどいいですか。そうなんですよ。まあ、こうやって軽く回したりストレッチするだけでも違いますけど、とにかく溜まってあげてください。わかりました。めっちゃありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた泣きかかったら。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。